い、どうもどうも、花宮ネクです。ユニコーンオーバーロードをやっていくぞ。うめえ、手が止まらねえ。これ食ってみろ。ブルーノ君、いちいちうるさいの最高だなと毎回思います。愉快なやつだよ。前回の場所からあまたのミニステージをクリアしまくり、コルニア地方との国境線にある要塞までやってきたのだ。悪名高い将軍が治めてる。ふーん、仲間にはならなさそうね。この要塞を腕っぷしだけで牛耳ってきたあの将軍も終わりか。おい、声が大きいぞ。みんな噂してるぜ。ゼノイラ本国から出頭命令が来てるんだろう。急な話だよな。衛兵の俺まで準備に駆り出されてさ。謀反の疑いが持たれるだったか。あの戸坂の大将、敵が多すぎるからな。大方恨まれてる身内に告発されたんだろう。貴様ら、警備はどうした。はい、申し訳ありません。副官から将軍の荷物を整理せよと命じられまして。俺はまだ出頭するつもりはないぞ。失礼しました。この俺様が謀反だと、腹立たしいにも程がある。しかし命令を無視し続けるわけにはいかん。ガレリウス陛下に申し開きをするにせよ、何か手土産がいるな。それで手土産、反乱軍が来ちゃったってわけね。複数の敵拠点と多数の兵器、さすがは国境を守る要塞です。それとバージニア姫。どうした。要塞の将はあの戸坂のギースです。ギースか。殿下、ギースは10年前に離反した元コルニア領主の一人です。野心家で目的のために手段を選ばぬ厄介な相手と言えるでしょう。また要塞内からはギースが近々ゼノイラに帰国するという噂も。ほう、これは好機と言えるか。戸坂のって姫、まさかバラ騎士団の。姫、お逃げください。行けー。姫、振り向かずに走るのです。ふん、ガキ一人逃がすために次から次へと湧いてくるわ。女どもが束になってかかろうと俺様は止められんぞ。あの首はガレリウス陛下への献上品だ。どうか生きて生き残るのです。ギース、思ったより強いし悪いな。重装兵でソロ無双とは。サブクエスト「岩山にバラよ咲け」、エモいタイトルじゃん。聞いたぞ、ジョセフ。敵将の帰国を待つ作戦だと。ええ、おっしゃる通りです。そしておそらく来たるゼノイラからの後任者着任の感激をつきます。混乱の中、鉄壁の要塞にも必ずやほころびが生じるでしょう。ならん。急がなくては奴を、ギースを撃つ機会を逃してしまう。姫、いかがなされました。
あのギースと何か因縁でも。お前は知らんだろうな。10年前のことだ。奴はガレリウスへの忠誠を示すため、王の血縁である私を殺そうとした。なんと。ではドラケンガルドへの亡命は奴から逃れるためだったと。ああ、護衛を務めたバラ騎士団と共に越境するはずだった。まさかギースに。私を逃がすため、彼女らは盾となって私を守り、そして全滅した。生き残った私には彼女らの無念を晴らす責務がある。ギースは、奴だけはこの私に撃たせよ。姫のご事情は承知しました。しかしここは戦場、采配一つで兵の命が左右されます。どうか我らにお任せください。ギースの首はいつか必ず。10年待ったのだ。この機を逃すわけには。バージニア様。リア、聞いておったのか。はい、恐れながら。ジョセフよ、この続きは明日だ。今のお話は初耳でした。存じ上げず申し訳ありません。ドラケンガルドには関係のない昔話だ。聞き流せ。しかし兵法としては、私もジョセフ殿の策に賛成です。お前のそういうところ嫌いではないぞ。いずれにせよ、これは私の問題だ。お前が口を挟む話ではない。出撃に備えて早く休め。姫、お待ちください。まさかお一人で要塞に向かうおつもりですか。はあ、やれやれ、お前たちも止めようというのか。水臭いよ姫、私らを置いてくなんてさ。姫には新顔に見えるのでしょうが、私たちもバラ騎士団です。重騎士の自分から姫をお守りするよう育てられました。バラ騎士としての精神は受け継いでおります。我らにとってもギースは団長らの命を奪った旧敵。誇りを騎士団に取り戻すため、ぜひ同行させてください。お前たち、そうだな、抜け駆けしてすまなかった。姫、どうぞ我らにご命令を。バラ騎士団に命じる。旧敵ギースを撃つべく共に進軍せよ。はい、よし。あの、突撃するのはギリギリいいとして、各自受け持っていたユニットはどうなってるんですかね。姫、今度こそ私が守らねば。殿下、すぐに姫を追いましょう。バージニア様。リアさん、置いていかれ系ヒロインみたいなムーブを。いや、めちゃくちゃ敵に囲まれてる。おバカ。爆速で姫様を助け出した後に、このクソでかいステージをじっくり攻略か、大変だ。
ージ開始。何はともあれ若姫様の様子を見よう。あれ、上級職にしたはずなのに下級職に戻ってる。装備も適当だ。そっか、この中立の姫様ユニットは独自のキャラデータなのか。詰めぞ。姫様を説得できるのはジョセフさんだけか。ふむ。で、ユニット一覧を見てみたら案の定スカスカなんですけど、姫様と愉快な仲間たち、ちゃんと後任を探してからバイトをやめな。じゃあ騎兵隊と飛行隊で姫様を救助、ソードマン隊と旧兵隊で拠点制圧って感じで。風穴を開けてやる。どうか間に合って。おう、リアさんにも専用セリフあるんだ。びっくり。無駄だぜ。やっぱり先行狩りにソードマンは便利だな。必中は神。ハンターと比べて得意じゃない相手にもそれなりに戦えるのが偉いね。でもハンターがもう一人ぐらいいてもよかった気もする。序盤に処刑したマンドラン、今は地獄で元気にやってるんだろうか。私もまだまだいけそうだ。ゴー。姫様を追いかけてるんですが、そこかしこから岩が飛んでくるんですけど、この赤いのね、敵の投石機の範囲、怖すぎるわ。仰せのままに。こんなところを突っ切って進み続ける姫様、もうイノシシとかそんなレベルじゃない。はよ帰ってきなさい。おのれ、投石機とは卑怯な。姫、ご無事ですか？ここは危険です。どうかお戻りください。ジョセフ、分かっている。私の身勝手な行動のために被害が出ているのだな。確かに事前の想定より苦戦しております。しかし何よりもあなた様がご無事で安心いたしました。私の判断が間違っていたようだ。神家たちの命を危険にさらした。危うく10年前の惨事を繰り返すところだった。違う、姫のせいじゃない。我々はいつでも姫のために死ぬ覚悟はできています。団長たちもきっと。みんな、すまない。我が部隊はこれよりアレインの指揮下に入る。姫。あの、指揮下に帰ってくるのはいいんですけど、ぐちゃぐちゃになったユニット編成を全部戻して。飛びだ。まあせっかく姫様を追って深いところまで切り込んだし、このままいろんな拠点を同時に攻め込んだろ。増援、まあそこから出てくる分には割と構わんが。了解。楽して勝てる相手じゃないな。あら、トラビス君が死ぬっぽいな。あの全幅の信頼感を置いていたトラビス君が。装備と作戦の見直しだ。そっか、ベレンガリア姉貴の補助をしてた時の装備のままだったか。猛毒を付与しないでいいんだ。トラビス君、酒に専念してくれ。オッケー、ノーダメージ。せっかくだし見守りますか。引き合い。勝った。全然通らんやん。ソードマン隊、手数で勝負だから硬いのは苦手。しっかしファイターってこんなに硬いんだな。まあじっくり毒殺するか。平気だぜ。もう一発。このボウガン、ぐるぐる再装填ほんと好き。おい、どこ狙ってる。野賀さん、バレてるぜ。こちらも行くぞ。すげえ攻撃回数。なるほどね、ファイヤーボール3ヒット、追撃1ヒット、追撃1ヒットを連打されて避けきれてなかったのか。ソーサラー列編成いいな。私も真似しようかしら。でも追撃を覚えるのってレベル15なんよな。モブをそこまで育てるのだるい。戦術の核になるスキルを覚えるのが遅いやつって採用しづらいよね。勲章も足りねえしよ。全然稼ぎ周回をしておりませんゆえ。まあここは壁をぶっ倒したし、次の攻撃で倒せそうね。すぐに飛び立つ。神のお導きを。行きます。ご指示はありますか。投石機ゲット。
ちょうどいいところに3ユニットまとまってるじゃん。きれいに全滅したな。で、ここにある投石機も我々のもの。永久機関が完成しちまったな。いかん、敵の投石も飛んできた。避けろ。次の指示を。避けた、はい、こっちも反撃じゃ。そちらですね。投石機に乗り込め。何なんだこの投石機を返した読み合いは。ギリギリの位置でここだな。いいところだったのに。圧死する敵兵の姿が見たいわ。早く見せてちょうだい。ダブルヒット、気持ちいい。あとは敵本拠地を落とすだけや。大体の敵を投石で倒しちまったよ。敵本拠地の前でわちゃわちゃしつつ準備中。コルニア王族の力見せてやろう。ああ、ユニットが重なって押し出されて戦闘になっちゃった。これほんと嫌い。たむろさせてくれよ。ギース、その首取らせてもらう。うるさい女だ。やれるものならやってみろ。まあ専用のセリフ聞けたし、エーカ頑張れ。これでどう。分かった。硬すぎてキトラさんの防御無視しか通らねえ。めんどくさ。回復するわ。移動します。うわ、OK、バカな。まあ勝てないわな。しゃあなし。まだまだ強くなるよ。あれ、敵の方に弾かれたんですけど。ユニット同士の押し合いで接触したから方向が変になってるのか。まあ先制攻撃されても勝てるからいいか。2倍速でお送りします。ギースが硬すぎて時間がかかるの。なんのキトラさん、無限に働いてくれ。おーい、出してくださいよ。どんどん吸い込まれていってるんだが。見てよ。やっと倒した。被害甚大。この俺様が。お、このまま左に弾れまくって抜けられるかな。負けるわけがない。ダメだ、抜け出せねえ。圧を感じる。強いぞ。完全に囚われてる。泣いても叫んでも逃れる術はない。これが煉獄。休まなければ動けんぞ。こうなったら仕方ない。死ぬまで戦ってくれ姫様。さすがに限界だぞ。さすがに限界だぞはこっちのセリフだよ。もったいないけど生き返らせてやるか。よし、勝てる。やっと終わる。この不自然な挙動、何かに悪用できそうだな。これからはもう少しは。どこまで強くなるのだ。あ、姫様が反撃スキル乙女の鉄槌を覚えた。こわバラ騎士団の無念晴らさせてもらう。姫、やりましたな。うん、ついにギースを討ち取りましたね。これで団長たちも報われるな。皆大義であった。ジョセフ、あとはお前たちに任せるぞ。姫、みんな聞いてくれ。私は解放軍を抜ける。そしてバラ騎士団はその任を解く。今後は自由に生きるといい。そんな、なぜですか。ギースを倒してこれからだってのに。ギース
死ぬ前に問いただしたが、驚くことに我々を覚えていなかった。殺した相手を露ほども思わぬ男だったのだ。なのに私は過去に囚われ、奴への仇討ちに執着していた。ジョセフの策を無視し独断専行、結果皆を危険にさらした。私はその責任を取らねばなら。姫を駆り立てた正義の心はまさにコルニア王族の鏡。ご自身を貶めてはなりません。王族か、それこそアレインがふさわしい器だろう。僭越ながら申し上げます。姫がこの地に渡られてから長年お供させていただきましたが、ドラケンガルド再興を目指す我々がいかにあなた様に鼓舞されてきたかお分かりでしょうか、バージニア姫。同じ年頃の亡国の姫が気高さを失わず生きている。ギルベルト様はその姿に胸を打たれ剣を取り立ち上がったのです。それがどうしたことですか。王族としての矜持こそがあなた様の強みであったのに。今の姫を見たらギルベルト様はさぞお嘆きになられることでしょう。なんだドリア、そこまで言うか。あなた様に期待をかけているのはコルニアだけではございません。どうかドラケンガルドを失望させないでください。王子もなんとか言ってやってくれよ。バージニア、俺からも頼む。自分はまだ未熟者だ。幼い頃に別れた母上から学んでいないことも多い。コルニア王の資質が何たるかをあなたから教わりたいんだ。そうか、そこまで私が必要というならしばらく残っても構わんが。みんな私の顔を見るな。気恥ずかしいではないか。どうしたジョセフ、古傷がうずいて眠れんか。姫でしたか。いえ、あの日のことを思い出しておりました。そうか。イレニア様ご自身がおとりとなり殿下を私にお預けになられました。しかし時折思うのです。私がガレリウスと戦って死に、イレニア様が殿下と生き延びる、そんな道があったのではと。生き残るべきはイレニア様だった。そう、私も過去に囚われた人間です。我々は10年前の事変で心に傷跡を残した。しかしそれは我々だけではない。世界中の多くの民が同じように苦しんでいる。民はこの戦乱を収め平和をもたらすものを待ちわびている。そしてアレインはその役目を担おうとしている。お前が生かし育てた子だろ、誇りに思え。あなた様を見ているとイレニア様を思い起こします。信念にまっすぐに突き進む姿はそっくりだ。買いかぶりすぎだ。ジョセフよ、私には母親役はできぬが尻を叩くことぐらいはできる。共にアレインを支えていこうぞ。岩山にバラよ酒かん、いい話であった。じゃあ姫様が抜けたせいでぐちゃぐちゃになった編成は頑張って元に戻しときます。もうちょっとなんとかならなかったの、めんどくさいんだけど。ってなところで今回はこの辺で、よければフォローやチャンネル登録よろしく。